こんな難しい問題に答えられるとは彼はやはり優秀な学生だこんな難しい問題に答えられるとは彼はやはり優秀な学生だ その看板が小さすぎて、よく見なかったら見逃すところだった。その看板が小さすぎて、よく見なかったら見逃すところだった。苦があればこそ、楽もある。 苦がああればこそ楽もあるそれはなかなか説得力のある考えだったがなぜか私は納得しなかったそれはなかなか説得力のある考えだったが なぜか私は納得しなかったこのホームページは説得力を増すために商品のデメリットをあえて出しますこの冬は家族ぐるみで日本に行きました

2枚に来ないまでも電話ぐらいはするものだ2枚に来ないまでも電話ぐらいはするものだクレジットカードの番号など他人に知られては困る情報は メールには書かない方がいいそうだ。クレジットカードの番号など他人に知られては困る情報はメールには書かない方がいいそうだ。 普段は l サイズを着ているのに間違えて m サイズの t シャツを買ってしまった。でも着てみたら少しきついが m サイズも着られなくはなかった。普段は l サイズを着ているのに間違えて m サイズの t シャツを買ってしまった。でも着てみたら少しきついが m サイズも着られなくはなかった。 この施設は災害時にあっては住民の避難所になる予定だこの施設は災害時にあっては住民の避難所になる予定だ